スリープフリークス講師の大鶴です。はい、今回はキューベースでの楽曲の書き出しについて解説をしていきたいと思います。ある程度曲が形になってきたらですね、例えば手持ちのポータブルプレイヤーで聴いてみたいだとか、あるいは仲間に聴かせてみたいといった場面も出てくるかと思います。その際はですね、現状はキューベース上でしか聴くことはできませんので、一般的なプレイヤーで再生できるファイル形式に書き出しをしていくということになります。書き出すにあたっては、まずその準備として書き出す範囲を指定してあげる必要があるんですけれども、指定の仕方はルーラーのこの三角マークですね、こちらをクリックしながらドラッグすることによって範囲を指定できます。あるいはルーラーのちょっと上のあたりにカーソルを持っていくと鉛筆マークになりますから、この鉛筆の状態でドラッグをする。また指定をした後でも始点と終点をこのようにドラッグをしながら調整をすることができます。書き出しの範囲指定をするにあたっての注意点としては、特にこの終点ですね、終点をあんまり曲の終わりギリギリにしていると、例えば音の余韻なのが突然切れてしまったりといったことが起きます。特にドラムのシンバルなどですね、ちょっと聞いてみましょうか。このように終点を過ぎてもまだ余韻が少し残ってますよね。このまま書き出してしまうと、それがブツッと切れたようなファイルになってしまいます。なので余韻が消えるくらいのところまで余裕を持って設定をしておく。次の曲との曲間を取って余韻を残すという意味でも少し余裕を持たせた方が良いでしょう。範囲指定が済んだら実際の書き出しの手順に入っていきます。上メニューファイルから書き出し、さらにメニューが出ますのでオーディオミックスダウンを選びます。するとこのようなポップアップウィンドウが表示されますので、まずはこのチャンネルの選択のところでステレオアウト、こちらにチェックが入っていることを確認してください。それから書き出す際のファイル名と場所ですね、ファイル名はこちらをクリックをして書き込んでいきます。場所についてはこのパスクリックするとファインダーなどで指定できますので、決めて保存を押すということで設定ができます。次に書き出す際のファイル形式を決めていきます。ファイル形式はこちらをクリックして選択していきますが、まあ、よく使われるのは今選択している MP3 ファイル、もしくは CD に焼く際の WAV ファイルなどですかね。それぞれのファイル形式の意味などについては別の動画でも触れておりますので、そちらもご参照ください。まあ、ポータブルプレイヤーで聞いたり、あるいはネットでやり取りしたりする場合は MP3 を選んでいくことが多いですかね。はい、ここまで終わったら、今回は他の設定は特に変えずに書き出しを押してみましょう。書き出しボタンを押すとこのようにプログレスバーが表示をされて、消えたら完了です。はい、指定した場所に書き出されていると思いますので確認してみましょう。このようにできてますね。試しに聞いてみます。はい、大丈夫そうですね。このように書き出すことによって、さまざまなプレイヤーで再生することができるようになりますので、確認の際や人とやり取りをする際に活用してみてください。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下チャンネル登録をタップしてください。